見だいふく。皆様へ雪見だいふく、きなこもちを食べたことがあり、ありがとうございます。毎日いかがお過ごしでしょうか。忙しい日々の中で自分も好きじゃなくなることもありますよね。でも今日は少しだけ自分を許してあげませんか。ちょっと休憩して心がほぐれたら、大好きな自分を目指して一緒に頑張りましょう。いつも応援しています。雪見うさぎより。